ナポレオン・マッカラムは、ミズーリ州、ジェファーソンシティ出身のアメリカンフットボール選手。NFL のロサンゼルス・レイダースで1986年、および1990年から1994年まで、プレーした。ポジションは、ランニングバック。オハイオ州シンシナティ近郊のミルフォード高校を、卒業後、海軍兵学校に進学し、コンピューターサイエンスを専攻した。 彼はそこでテールバック、パントリターナー、キックオフリターナーとして活躍した。1983年のパサデナのローズボールでの陸軍士官学校との試合で彼は2タッチダウンを上げて48から13の勝利に貢献した。この年のハイズマンショーの選考では6位の票を獲得。1985年にもハイズマンショーの投票で8位の票を得ている。 1985年には、スポーツイラストレーテッドの表紙を飾ったこともある。4年時の試合で、シーズン絶望となる怪我を足首に受けたが、NCWA よりもう1シーズンプレーすることを許され NCWA 記録となる、オールパーパスヤードで7172ヤード、ランで4179ヤードの大学記録となる、数字を残し、オールアメリカンにも2度選出された。 1986年の NFL ドラフトの4巡目で、ロサンゼルスレーダースに指名されて入団し、マーカス・アレンと併用された、彼は536ヤードを走った。その後、軍務につき教習用陸艦、ペリリューやロングビーチに駐留するヘリクーボなどで、勤務、1990年レーダースに、復帰、主にスペシャルチームやショートヤーデージの状況で起用された。 1993年のプレイオフ、デンバーブロンコス戦では3タッチダウンを上げて、勝利に貢献した。翌週のバッファロービルズ戦でも前半に2タッチダウンを上げ、チームは1時17分マイナス6でリードしていたが23から29で逆転負けした。1994年9月5日の開幕戦、キャンドルスティックパークで行われたサンフランシスコ。 フォーティナーズとのマンデーナイトフットボールで、ケンノートンジュニアのヒットを受けた際、左膝がほぼ直角にねじ曲がるほどの重傷を、おいそのままキャリアを終えた。1996年に、ネバダ周辺ダーソンに移り、コンピューターグラフィックビジネスを始めた。2002年彼は、ダンマリーの、ロニーロット、ケレン・ウィンズローらと共にカレッジフットボール伝導入りを果たしている。ありがとうございます。